はい、話は昨日の話になるんですが、ここの新人君脱走してしまいました、ね、原因はこれのね、ここのね、鍵のね、あの鍵というかきちっとなってなかったんですよ。これこんな風にカチャッとなれんね、あこれカチャッとなれんかったんですよね。これだからこういう風になってた、ちょっと開いとったんですよね。それでこっから脱走してしまい、まあなんでここ開けっぱなしになったか言うたら、ここね、あの掃除機かけとったんですよ。ホコリやっぱりね、今工事中やからね、ホコリすごいから掃除機かけてた中で彼はここにおったんですよね。それでまあ閉めたつもりがこんな感じやってるのね、こういうの、うん。それでこのまま開けて、何どこに行ったか言うたら、ここの中に逃げたんですよ、屋根裏の中ね。まあこれ見てもらったら分かるけど、今もう入ってこうやってる中でこんな感じでな、ね、こんなのどこが空いてる中で、今日はあれですよ、掃除中に顔は出したらしいんですけど、ね、ここからもう昨日のことやからね、お腹は空いてると思いますけど、まあこっから逃げられることはないいうことでね、まあ、またあの出てきたりすると思う中で、ここに保管器セットしてます。それで餌をねあそこ向いてねセッティングしてるので、まあ明日までにね入ったらいいけど、もうここも塞がなダメやからね。最悪ね、ここを塞いだ場合、フローバーのところのね、天井のところは開けれるんですよね。そこに捕獲器をセットしてね、捕まえようかなと思います。何日後に捕まるかわからんけど、まあ、そういう感じでね、報告させてもらいます。はい。